はい、ここがですね、中央バスターミナルです。まあここ、まあ、ここで降りますね。はい、まあ、中央バスターミナル降りますと、まあこう帰る時もそうなんだけれども、まあ、ここ五条目線っていうところで追分け地先新国道経由秋田駅西口行き、まあ、これで秋田駅は直通で帰れます。はい、タクシーもありますね。タクシーやってんかね。はい、まあ、一応ここから、外ごもりプレイス行く前に、まあ、周り何があるかという感じですね。まあ、ここやってるんだね。食堂があります。お昼ぐらいしかやってないのかな。まだ入ったことがないですね。個人的にはまあ大体1馬力なんで、
かる場所になってしまうので、あんまりお伝えしないですね。まあ、八戸方駅まで行く、行かざるを得ない理由というのは、まあ、おそらく7時半以降に来る人は、まあ、その場合は事前に言ってください。今、下からずん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 歩いたら、この怪しい黄色い建物が、ただいま、まあ、こんな感じですね、まあ、はい、まあ音声切れてましたねまあこんな感じで、ストゴモリクレイスは10月、今年は10月20日までのプレオープンです。で、まあ、五条目バスターミナルを使うことをお勧めします。ではでは。